スーパーマリオメーカーはい、失礼しました。スーパーマリオメーカーやっていきましょう。スピンジャンプコースっていうことでね、やっていきたいと思います。おぶねおぶねおぶね、うわー跳ねるのか、むずそうだな。ああオッケー、基本的に乗ってりゃ大丈夫なんだな。上に移動か、いやそのまま下っぽいな。これは一回右に移動だけど、コウメありそう。ない、オッケー。What's？ え、なんかあった？え？さすがに届かねえかな。あ、全然届くわ。え、まさかこういう行く、こうステージ？なんでスピン関係ないじゃん。なんだこれ。スピン関係ねえのか。危ねえ。完全にフェイクだったな。やべやべやべ。これ入っていいのかな？入れません。じゃあ上だな。上やつだな。いや、ボム兵ちゃんが出てくる優しさ。よし。危ねえ。これで右に行けます。うお、危ねえ。びっくりした。いや、今の孔明、危ねえ。ゴール？嘘だろ？なんだこれ。スピンジャンプコース。かっこ、スピンジャンプは一回もしなくて良い。10秒チャレンジ、クッパを倒してゴールしろ。難しそう。10秒で倒すってむずくない？おお、全然余裕だった。え、こんなに人死んでんの？おりゃ！お、結構早いんじゃない？オッケーオッケー。出してどうなるってもんでもないけど。スターはないけど、俺にはバネがある。なるほど。そういうことか。でっかい状態で、ここでジャンプし続けるんだ。何これ、こんな技あんの、すげえ。おおおう、当たった。うう、やったね。お疲れ。よ、こんなもん発見すんよな、ほんとな。ドラクエ30周年記念コース、めっちゃ興味ある。マジか。タン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 、これあれだ、アレフガルトだ。タン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 、ここちょっと違和感。ちょっと違和感あるけど、わかる、わかる、わかる。なんだかわかる。セーブデータ消えた時のやつだ。え、難しい。
お、出てきた。なんか書いてあるね。なんだろう。S1? 寝室か。多分寝室。英語だね。寝室。これは？何かの英語書いてると思うんだけどな。わからん。ドラキーっぽいよね。そうなんだ。ドラクエ1が発売されたのがか。あ、すげえ。あれだ、竜とドラゴンクエストって書かれてたのとだったんだね。すげえ。すげえミーだな。覚醒ピカチュウ。ゴリッゴリだな。間に挟まれればいいのかな。ブレブレ。なるほど、真ん中に行くとだ。ブレてる。違う、これはあれだ、マリオがブレてるわけじゃなくて、ブレてるバネの上に乗ってるからブレてるように見えるんだな。いやー、俺の動体視力じゃマリオは3人にしか見えないな。残念だけど。安心してください、ブレてませんよ。これ面白そう。バウザーズキャッスル、サムネがすごかった。これ正統派な感じのコースですよ、きっと。本当にクッパで行かせるんだ。これかな。すげえ、本当にクッパの顔になってる。普通に難しいし。やべ、取られた。クッパの隠し倉庫的な。いや、普通にむずい。おいー。いいよー。パパパパ。おっと。すごい。クッパ軍団の二人がクラウンに乗ってる。なかなか見ないよね、ノコノコのっていうのは。そっか、なんか重点を響くと思ったら、クッパってジャンプするとこの効果音出るんだ。ゴールか。クッパ VS クッパ。みんなサムネまだ見えてないもんね。見せるね。本当にクッパの城。お、このバグ知ってますか？お、花ちゃんが持ち上がった。10秒マリオ、地面は平らとは限らない。難しいコースなのか。なるほど、ジャンプしなきゃいけないのか。あ、詰まると死んでしまう。よし、うおー、クリアできた。難易度高っ。いや、でも普通に難易度高いよ、これ。難しい。これ20秒とかにしたら、もっと下がるだろうね。はい。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。